はい、今日もですね YouTube の視聴者様よりご質問いただいております。クーのですね業務用のイエロー 500g が欲しいんですけどどこに売ってるんでしょうかっていうご質問いただいておりますのでこちらについてよろしくお願いします。はい、お願いします。知らない知らないですか、はい、ほんと怒られるもん怒られちゃいますそんなの売ってる店があったら。あ、なるほどなるほど。あ、売ってます、はい、あのまあでもあの本当は業務用の500、まあ、あの結構そのイエローとかレッドは、はい、あの使うので、はい、まあ、例えばイエローで汚れ取りも使うしレッドやったら万能で使えるしみたいなとこがあって、はい、まあその辺はその 500g の方が得ですわね。それは確かに。うーん、それ どこで知ったか分かんないけどそのカタログにも載ってないのでその 500g のやつを、はい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 、どこで知ったんですかね。ああここで使ってるかそうじゃないですかそうじゃないですか、はい、いかんいかん、はい、もうこれからあのこそっと使ったあの使いますでもまあどちらにしてもまああのなんかもうメーカーも完売しちゃったそうなんでそのイエローが今期はそうみたいですよね。はい、まあこれも YouTube の力なのか何なのかちょっと僕も分かんないですけど、はいはい、メーカーのその社長はイエローが完売しちゃいましたみたいな感じでしたね。へー、うん、あ、そうなんだ。まあびっくりしてましたね。はいはいはい、なので、まあ、僕もだからもう店で売るイエローがなくなってきてたんだ、はい、もうしまいには本当に 500g 売らなあかんのかなっていうまああの嬉しい悲鳴に聞こえますけど、はい、あのやっぱそのクーをたまたま宣伝しようとしたわけじゃなくて、はいはい、たまたまうちがこういろんなメーカーさんのやつをみんなそれぞれいいとこがあって、はい、あのそれはもうガルムさんでもトコさんでもスイックスでもホルベンでももちろんそのドミネーターさんでもどこのメーカーでもやっぱりもうみんないいんですよ。まあそれは林ワックスさんとかその、まあ、液体系のワックスもあったり、はい、みんないいと思うんですよね、はい、だけどその、まあ、要はそのアイロンで、まあ、仕上げてお渡しするんですけど、うんうん、まあ、それが一番その、まあ、ストレスがないというかそのあの板にストレスかからず、はい、まあ、トラブルの少ないものって言うとやっぱりクーになってくるんで、うんうん、まあ、そういう意味では、まあまあ、しょうがないかなみたいな、クーが売れてっちゃうのもしょうがないかなと思うんですよね。なるほどなるほど。だから、まあ、あの他のメーカーでもいろいろあるんで、はい、そこのメーカーさんの一番柔らかいっていうか、はい、あのタイプであれば板のストレスがないので、はい、その汚れ取りにしても、はい、まあ、そういったものをやっていただければいいかなと思います。まあ、たまたまだからあのまたクーは走るって言われるんですけど僕もその現場に行ってるわけじゃないのでそこまでよく分かってなくて、うんうんうん、でもまあ本当にトラブル少ないですよね。うん、だからみんなあの私の板は走るんですよってうちでちょっとやった板が言われますけど、はい、それはまあまあもし何かあれだとしたらワックスのおかげもあるのかなというふうに思います。うん、確かにクー使った人が普段よりアイロンの温度結構下げて使ってますよね。まあ、110度ぐらいでもあのイエローで全然溶けますので、うんうんうん、だけどあの前から言ってるようにそのやっぱりその焦がしてしまうっていうのはその焼いてしまうっていうのはやっぱりアイロンの質もあると思うんですよね。はいはい、まあ、そこら辺のところは、まあ、焦がしてしまえばその焼けてしまって、まあ、ケロイドになってしまえばそこにワックスが入らなくなって、はい、入らなくなれば当然ワックスが早く取れてしまって、はい、例えば朝の何本で板がこうブレーキがかかるようになると、はいはいはい、まあ、それはもうね、ご自分でやられたことなのでしょうがないにしてももちろん最初から分かって見える人なんていないし、うん、って考えるとやっぱりよりそうなんだろう、まあ、ストレスかけないように安全にって考えたら、はい、そういった柔らかいワックスで汚れ取りをしたり、はい、あの滑走をしていくっていうのも、まあ、一つの手かなというふうに思うんですよね。いくつも塗り込んでいかなくちゃいけないっていう、まあのはあるんですけど、はい、それはもうシーズン中だからなかなかできないので、はいはい、まあ、そういう場合は本当に液体でも構いませんし、はい、ただベースを作ってあるないでやっぱ板の走りって変わりますので、はい、まあ、そういう意味では、まあ、クーさんのワックスは、まあ、まあ楽だなというふうに思いますよね。まあ、なので今まだレッドはあるみたいなので、はい、レッドでも全然溶けるし、はい、120度ぐらいで全然溶けちゃうし、はい、まあ、レッドでも構わないと思うんですけど、ただ汚れ取りに使うにはもう、うん、あのもしクーのイエローがなければ、はい、あのまあ、他のメーカーさんでもいいんでそのやっぱり柔らかいワックスを試されるといいと思いますね。はい、なるほど。まあ、そうすればストレスもないし、うんうん、板の滑走もないと思います。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。なんかあのすみません、あの500
逃げてしまって話を僕も今最後聞こうかちょっと迷いながら逃げてたんで最後に実際どこで売ってるんですかって聞こうかなって思ってたんですけど触れてくれましたね、はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければまたその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。スキースノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキースノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなどどんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。おかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています。板のチューンナップでお悩みの方はお気軽にご相談ください。チューンナップへのこだわりについて説明欄の URL よりご覧いただけたら嬉しいです。スキー、スノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方、走る板を作りたい方へサーモバッグのキャンペーンを行っています。柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。スキー、スノーボードの板を大切に使いたい方はホットワックスがおすすめです。これからホットワックスを始めたい方のエントリーモデルやもっとしっかりとホットワックスを入れていきたい方のエキスパートモデルの用意がございます。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。